どうも、ビデオゲーマーです。オリクラキャリア続きやっていきます。で、今回はアーセナル戦やっていきます。で、コメントをいただいているので読んでいきたいと思います。エマニュエル・ボアティング、強いですよ、中国の、と。ボアティングですね、調べて取れたら取ろうと思ったんですけど、重要な選手って言われてですね、取れずじまいで終わってしまいました。使ってみたいんですけどね、中国っていう国にいるのがね、まあ、チームもそうですけど、取りづらいですね、やっぱりね。重要な選手と言われたらもう交渉すらできないですからね。で、次ですね、ハマーズサポなんですが、ヒロさんの監督キャリアには2、3人、ハマーズ所属歴のある選手が出てくるので、毎回移籍市場が楽しみです。カレン元気にしてるかと。元気にしてますよ。バリバリ主力で、アンカーのとこでね、頑張ってもらってます。いや、補強してよかったなと。で、ウエストハムにいた選手とか、ウエストハムに所属してる選手ですね。見た目もいい選手多いし、あと、若手が多いので、まあ、補強しやすいっていうのもありますよね。うん、あと、初期能力、やっぱ若手が多いんで低いので、まあ、育てながらね、チーム強化していくっていうのはちょうどいい選手たちが多いので、それもあってよく補強してますね。コベントリーも、取ってますけど、非常に、魅力的な選手なので、しっかり育てようかなと思います。で、次のコメントが、ユニフォームのコメントいただいて、くれた方ですね。前回ですけども、まあ、呼んだのが前回なんですけど、コメントするの遅れたにもかかわらず読んでくださりありがとうございます。いやいや、こちらこそ、コメントしていただいてありがとうございます。色はだいたいイメージついたので、あとわからですね。けど種類が多すぎて迷うと。迷いますよね。わかる。リバプールのアウェイユニフォームみたいな感じにしようかな。黄色と赤のユニフォームが好きなので。ああ、いいですね。そうですね。赤メインで黄色をアクセントカラーにした方が綺麗かもしれないですね。うん。そうですね。赤と黄色は全然悪くないので、すごくいいと思います。で、あと、サードカラーをどうするかでしょうね。まあ、あえて、まあ、白でちょっと落ち着いた感じにするのか、もうあえて、まあ、青だったりを入れるのか、ちょっと明るめのグリーン。いや、ちょっと濃いめかな。濃いめのグリーン入れてもいいかなと思いますけどね。うん。まあ、どこに入るかでしょうね。ユニフォームのデザインによってね。はい。で、補強、3人ほど追加でしたので紹介していきます。ですね。左サイド、ブロードヘッド補強しました。スウォンジ編で使ってたんですけど、ポテンシャル上がったので、使いたいと思います。で、センターハーフのコベントリー、補強しておきました。で、あと、フォワードですね。ピョンテク取りました。初めて使うんですけどね。ポーランドのツートップで挑んでいこうかなと思います。で、若手のね、この3人、彼はね、E さんらしいです。E さんってこの釣りなんやね。全然わからんかったわ。らしいので、E さんで読んでいきたいと思います。で、放出した選手はですね、ファンペ、トンプソン、トンプソンはボルドーに移籍しました。移籍 OK したの忘れてて、日程進めたら移籍したんでちょっとびっくりしましたけど、で、あとテラがナントに、ですね、あとシンプソン補強しまして、モールも補強しましたね。で、ザザがビルバオですね。で、ディエゲスが、ゲンクかな？じゃあ、ヘントかな？これはね。ヘントの方かな？で、ノリスがコベントリ、ベルゲーがフェイエノールと。
敵品でさ、ソウルとかね、移籍しております、という感じです。はい。じゃあ、セナル戦やっていきますかね。スタメンはピョンテクと、ブクサの2トップで、ポーランド2トップでやっていきます。で、サイドがパーマーと、ヒュルサガーで。で、中盤がラムジー、カレン、ロングスタッフ。で、ジョン、フィリップス、フライ。で、ガンですね。で、カミング、ヤンチュケ、キルケニ、エテボ、エスカリー、ムココ、ゲルハート。でやっていこうかな。いきたいと思います。どうしようかな。ブロードヘッドを入れようかな。ゲルハートに変えて入れようかな。うん。ちょっと使ってみましょう。早速ね。まあいいでしょう。はい。よーし。やっていくぞ。雨ですか。じゃあボールちょっと変えますか。こっちから行った方が早いのかな。もうどっちから行ったら早いのか全然わからんわ。ニューバランスのボールすごいな。これですかね。はい。よし。じゃあ、やっていきます。はい、じゃあやっていきまーす。お、いいよ。ナイスナイス。あー、くそ。おお、マジか。シュートまで持っていけなかったな。おー、ナイスですね。いいですね。Well, the fans have been wondering how this might go. It is his debut game. Stuart, what should we be looking for from him? おっと、危ね、入ったと思った今。あぶね。今のは危なかったわ。あんな綺麗に通ると思わなかった。びっくりした。Right, just hearing. Ball on the net at Old Trafford. That means we join Alex Scott. It's a goal for Leeds United.It was all in the build-up play for me. So many different players involved. And once the space opened up, he took his chance superbly. どう崩そっかな。あれ？ あー、くそ。パスできなかった。Ricardo Horta.戻すね。トップの選手が結構下がってくるな。いや、マジか。取れないか。おお、マジかよ。あぶね。シュートまでの振り早っ。シュートまでの振り早っ。怖っ。ガンのヒゲもすごいな。おっと、危ない危ない。わあ、すごいね。まあ持ってるけどね、あれぐらいのお金はチームとしてね。高い選手取るつもりないんで、使ってもないけど。
いやー、まだシュートまでいけてないっていうのかな。OKOK。冨安選手は順調にいったら固有にはなるだろうな。だスキャンできんのかなっていう。か、失敗した。早いな。オッケー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 。カルン、ロングスタッフ、ラムゼー has it、パーマー。なんかこのままいったら前半シュートゼロで終わりそうな気が。おっと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 、アップデートはいつ来るんでしょうね。前も結構遅かった時あったからな。あー出たね。 OK。なんかそんな感じになれそうな。まああえてねこういうシュート打ってみるっていうのもありですよね。いやアップデートはね、大体は火曜日なんですけどね、今回は火曜日来なかったからね、海外の火曜日なんかな、だからこっちは水曜日かもしれないですね。あっぷね。And it's with John Cullen Buxa. Ramsey has it. Dale Fry. Ramsey. Cullen. いやー、パスは回せるんやけどな。うわー、マジか。ブクサで取られるな。おー、ナイス。あいよ、あーちょっとボールが長い、もったいない今のは。ボールが長かったな。Well, as the touch map shows us, he hasn't been getting into the right areas to cause damage. He's such a good player around the ball. 40分か。He's been disappointing.Gakpo, Martin Ødegaard, and they've given him too much space. Still pushing for the goal that would put them ahead, but not forcing it. Oh, nice. Okay, okay. Kan が能力以上に素晴らしい。あ、いける、通る。あー、クソ、収まらなかった最後。いやー、この前半はちょっとアーセナルのなんか圧にやられてる感があるな。Well, I've been disappointed with him in that first half. He just didn't have an impact on. はい、後半やっていきます。メンバー交代なしですね。
もうちょっと見てみようかなっていうね。Well, something has happened in the West Ham game. Let's get the news from Alex. It's another goal for West Ham United. After a well-worked move, he got himself on the end of a beautiful header. It's now 2:48 minutes played. Alex, thank you very much. Alex, I'm special, Alex. More live football to come. A little note about a future game with us here on EA TV. Well, Derek, I'm really looking forward to it. Always a great atmosphere. Oh, マジか. And it should be an entertaining match. And the referee sees that as a foul. Free kick given. Kulzaga. Oh, Ike. Oh, うまい。ナイス。マジでさ、ブクさん上手すぎるんやけど。マジで上手すぎるんやけど、なんなんこの人。マジで上手いわ。すごいなぁ。マジで上手。すげぇ。ちょっと衝撃的すぎるわ。And back underway. 1-0 it is. いやまあまあいつものことながらこれで失点した。いやースペースが。Armstrong.An encouraging Arsenal move. Ricardo Horta. Oh, マジか。It might be. 危ね。Oh, that's textbook goalkeeping. 危ね。ジョンに勝手に切り替わるのやめて。一瞬だけ。Cullen. Dale Fry.うまい。ああ収まらないけどまあ見えてたからね。ナイスロングスタッフ。ナイスナイスナイス。いいよ。ああマジか。アルベール・サンビー・ロコンガ。アーストル・ムーブ・フォーワード・ウィッド・パーソン・コントロール。Space and time for the cross. Moving the ball nicely, looking for that final pass. Stuart Armstrong. Not quite the clearance they were hoping for. いいですね。Using his physical strength to shield it. This looks interesting. Must be. いやマジか。出てないんか今。くっそやられた。いやーそこに通すとはさすがやな、すごいな。アルベール・サンビー・ロコンガ。It's with Ødegaard. Well, a scoring update for you in the United match.Alex Scott will tell us all. It's a goal for Leeds. It was a nice 1-2 and then a composed finish as he rounded the goalkeeper. It's now 2-1 with 20 minutes on the clock. Thanks as always, Alex. Could be troublesome. Oh, and not cleared away properly. And problem solved for now. Well, you sense it's just a matter of time before they do score, Derek.They've been piling on the pressure now and really should be ahead in this one. Palmer. Well, no problems defensively. Showing a real will to win the ball. Oh my! To put them in front again! No less than they deserve!
OK ですよ。これはいいですよ。流れがいいですよ、今。ここで奪ってからですかね。ゴールキーパーの位置見て、しっかりとゴール決めて、いいですね。ちょっと外れるかなって思いましたけど、しっかりと巻いてね、コース狙って。Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. おっと、一瞬ボールがどこかわからんかったよ。Partey, Orta with it, and promising stuff from Arsenal. Ricardo Orta, targets available. Cross comes in. Well, they haven't overcome all the difficulties.I'm hearing there's been a goal at the London Stadium. That means we join Alex Scott. It's a goal for Palace. No one was marking him. He had too much time, and it was a simple finish in the end. They've pulled one back, and it's now 3-2 with 18 minutes played. Many thanks, Alex. Time and the scoreline against Arsenal, but still they're in this. Ricardo Orta.危ね、ちょっと選手交代しよう。もうなんかバグってるし。あれバグってるし。ブロードヘッド入れますか。ね、早速ですけど。で、向こうこう、そうですね。ピョンテクに変えてみますか。Keeping and still they lead. Well, that's a great save. That could be the match winning stop there. Well, that was the big chance they've been. おまじか、当たっちゃったか。That could be the match winning save. ちょっと待って、ちょっと待って。危ねえ。あの中途半端なところでボールを取られてしまったら、ああなっちゃうから、ちょっと守備が遅れちゃうんやな。いやー、ゴールキーパーナイス。さあ、選手交代をしてしまったから、ここで、マークがどうなるかだな。違う。なんで、そっちに切り替わる。危ない。ナイスナイス、オッケーオッケー。いやー、虫食った、くそ。アーセナル勝ちたい。やっば、マジかよ。うーわ、やっば、エッグ。いやー、まあ、いやー、引き分けちゃったな。最後の最後に同点に追いつかれちゃった。Yes, Derek. Obviously not the best result from their point of view because on paper they were favourites for the 3 points today. But there's no easy game in this league and they just have to switch their focus to the next match now. はい、まあ引き分けてしまいましたね。いやー、最後の最後にやられちゃったなっていう。いやー、絶対勝てたよね。勝てた。本当に勝てたと思う。いやー、もったいない試合だった。いやー、マジで。てか、やば、日程。日程、えぐいな。いやー、勝てたよなー。もったいなー。
勝ち点3は取れたな。これ取ってたら首位だったな。いやーマジでもったいないことした。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりますかね。次回は勝てるように、頑張っていきたいと思います。では終わります。じゃあね、バイバイ。